こんにちは、アイチャンネルオンナイです。今日は急遽撮影ができることになったので、取りだめしたいと思ってたとネタ、これ載せたいなと思ってたものをちょっと一気に撮影していきたいって思っております。まず、今日の一つ目は、先日、日本の中でも今最大級なのかな、もし違ったら概要欄テロップに出しておくんですけど、まあ最大級レベルでは間違いないジャズドリーム長島アウトレットに行ってきたんです。すっごい久しぶりでした。緊急事態宣言もあったりとかね、なかなか行きづらい状況でもあったので、ジャズドリーム行けてなかったんですが、久しぶりに行けたので、そこで爆買いできてたらよかったんですけど、爆買いはできなくてまあ予算とかそういう問題じゃなく、まあ買いたいものっていうのがちょっと今なかなか、ちょっと今その予算的な問題はまあね、いつも同じぐらいないんですけど、じゃなく、その買いたいものっていうのと、まあ回る時間っていうのもあって、爆買いではないんですが購入品があるので、今日はそちらを紹介させていただきたいと思います。めちゃめちゃ気に入っています。今回購入させていただいたお店はこちら、ジャズドリーム長島店のナイキのお店ですね。こちらで2つ購入させていただけて、で、3点以上で 30% オフだったので、靴下とかちょっとそのあたりのものも含めて今回3点以上購入なんですが、一応私のものっていうことでは2点購入をしております。はいね、これ裏側これ表側、まず1足目、可愛くないですか。サステナブルの素材でできているシューズで、一応品番が CJ6741100 ナイキウィメンズエアベイバーマックス2020フライニットです。で、今これ見たら公式ホームページまだ載ってたので、なんかすごくお買い得なお買い物できた気分なんですけど、こちらを1万1000円で買いました。でさらに、今回 LINE Pay での支払いで 3% オフで、で、私の今使っているクレジットカードが LINE Pay クレジットっていうのかな、が4月の末まで 3% 還元なので、全部合わせて、いくらぐらいなんだろう、全体からは2000円さらに値引きになったんですよね。めちゃくちゃお得でした。とりあえずこちらだけで単品で考えると1万1000円で買えて、まあだいたい500円ぐらいさらに引けてるってなって1万500円ぐらいなのかな、まあちょっとアバウトだけど、まあでも1万円ちょっとで買えたんです。信じられないですよね。めちゃくちゃ可愛い。で、決めたポイントはナイキのシューズが最近めちゃくちゃ好きで、ナイキ可愛いですよね。いろんなお店、アディダスのショップや、ニューバランス、アディダスか、アディダスのお店かナイキのお店だったんですけど、今ももっぱらナイキにしていて、デザインも可愛いですし、今回の決め手はこのソールの高さ、もうここにつきます。運動靴は基本的にあんまり履かない派なんですけど、まあね、ちょっとこれからのシーズン、ちょっとカジュアルな服装も、今日もね急遽ということでこんなにカジュアルなんですけど、まあ、カジュアルのお洋服も着ていく、まあ、事情もありということで、なので、でそこでヒールが、私が身長が162センチしかないのと、すごくスタイルが悪く見えてしまうので、まあね、良くないからより悪く見えないようになんですけど、なのでこのヒールの高さ、ソールの厚さで
探してエアマックスを探してたんですが、エアマックスの形だと足も細くないから太く見えちゃって、本当靴によってこんなに足の太さが違って見えるんだなって思うほど、試着めちゃくちゃさせてもらって、すいませんお店の方、試着めちゃくちゃさせてもらったので、こう足の太さが靴でこんなに変わるんだっていうことで、私はこのなんていうんだろう、こういうキュッて、あともう一つ購入しているものもなんですけど、形が似ていて、このタイプのものだと足がまだ太く見えなかったんですよね、まあ、細く見えるっていうのかな、です。なので決め手はこの厚底と、あと足が細く見えるっていうところで決めました。あとはここのお色も無地のものはもう持っているので、ちょっとカラフルなものが欲しくてね、もうちょっと派手なものが欲しかったんですけど、あまり自分とアウトレットっていうこともあってマッチするのがなくて、今回はこれになりました。で、履き方もすごく変わってて、ここが何だろうって思いますよね。ここの部分がここロックですよね。こう聞こえますか、これで閉まるロック、足を入れてここを引っ張るとギューってここが締め付けられて、で開けるときはここピンってやるとここが開く、なので閉めるときは後ろを引っ張るだけで閉まるっていう、まあ、こことここで開け閉めができるので楽ですよね。こう紐靴だと走ったりするときも気になるけど、それもなくてこことここのゴム引っ張ればいいっていうところもいいなって思いました。持ってない形だったので、まあ、何にでも合いそうだし、これから夏が来るのでちょっと涼しげな雰囲気で、まず一つ目です。まあ私が本当に超カジュアルならもっといろんなシューズに挑戦できると思うんですけど、カジュアルも着るんですけど、カジュアルじゃない時もあるので、まあ、これぐらいの、ね、デザインで、を選ぶようにはしています。はい。では、二つ目です。二つ目は、これからワークアウトを始めようって本当に思っているので、まあ、できる時間を見つけて、で、ジムに、行こうと思っているんですね。1回制、1回支払いっていう風で、月額制だと自分の時間があまり取れる今のライフスタイルではないので、なので1回でいくらっていうのに通う予定です。で、じゃん、はい、こちらが品番が BQ8928007、ナイキエビックリアクトフライニット2っていうデザイン商品です。めっちゃ超軽くて履いてないみたいなんですけど、これはランニングシューズのくくりになります。トレーニングシューズとランニングシューズとナイキってラインが分かれているんですが、店員さんで詳しそうな方にちょっと相談をさせていただいて、今回は私がやろうとしているのは減量をしようとしているので、90分から人は燃焼が始まるんですね。有酸素運動も90分を超えないと燃焼が始まらないっていう記事を見たので、そうなるとそれ以上歩く1時間半以上、2時間、2時間半、3時間、3時間半、4時間、4時間半のと、まあ、そのあたりが限界だと思うんですけど、自分の、ね、全然体力ないので、まあ、その時に足ができる限り痛くならないものっていうオーダーで当ててもらったのが、ランニングシューズの、ところから探してくださいっていうことで、こちらにたどり着きました。もともと持ってる前に16キロ、この動画で、減量をした時、の
使用してたのもナイキのおそらく同じシリーズフライニットっていう形がそっくりなのでだと思うんですけど、まあ、その時にすごく履きやすくて、でこれメンズになります。私足が大きくて162センチなんですけど足が 24.5 から25ぐらいあるので、今回ナイキのシューズだとこれ26なんですけど、26でじゃあまあ、あの余裕がある感じ、前のが多分 25.5 だったのかな、ちょっとつま先が当たってきたりとかワークアウトしてると足先気になってたんですよね。あまりに長い時間過ぎるからかおそらくむくんできて足先が気になっていたので、なのでちょっと大きめでメンズの26センチを 24.5 をだいたい買うんですけど、まあ、25の時がもうあるかな、まあ、ここで26で買ってます。はい、今回室内シューズで買ったのですっごくカラフルなものにしました。もっとカラフルでも良かったんですけど、またねその足が太く見、足が太いから細く見えるっていうデザインだとやっぱりこのここの口のところだと思うんですけど、このタイプのが私は細く見えるみたいで、似てますもんねこれとこれ、うん、結局これにたどり着いたっていう、めちゃめちゃ履かせていただいたんですけどになりました。なんでこれからこのねナイキのシューズ購入検討されてる方とか、あとはあの室内シューズ迷っててっていう方もナイキ選ばれる時とかも自分が似合う体型とか骨格に合った靴だと細く見えるから、まあね太く見えるより細く見えた方がきっと男女ともにいいとは思うので、あのいろいろ試着させていただいて、あとサイズ、やっぱ日本のサイズとやっぱり海外のサイズとか違うと思うので、ネットで買うとそれはね確認できないと思うので、今までナイキのシューズをネットで買ったことって私ないんですけど、うん、できたらアウトレットで買った方が、今回動画撮影前にネットの方が安いのかなって見てみたらアウトレットのこの金額の方が安かったので、こっちが1万1000円ってお伝えしたじゃないですか。でこちらが7000円であの割引含めて買えてて、でまあそのクレジットのことも考えると、まあ、6800円とかそのあたりになるのかな、まあ、7000を切っていくんですよね。だからネットで買うよりお得だったので、ナイキ買いたい方はアウトレットを超おすすめです。やっぱりサイズね合わないと靴って履けないし、一足がねなかなかそんなに お安いけど、そんなめちゃくちゃね激安ってわけではないので、あと足が痛いとやりたいこともやれないし、目的に合ったもので、まあ自分の好きなデザインで足の大きさぴったりなものを選んだ方がいいなって思います。はい、ということで、あのアウトレットで今回買えたのはこちらの2つの靴のみで、あとは X シングスのお店がジャズドリームアウトレット店にオープンしてて初めて行って、アヒポキかな、マグロのアヒポキと、あとプレーンのパンケーキを食べて、あとコーヒー飲んだか、あのもう帰るっていうようなまあ感じだったんですけど、まあでもこれだけ買えただけでもすっごくお買い得に買えたので大満足なジャズドリームでした。はい、あとはジャズドリーム長島に3月の12日かなにあのロエベのお店もオープンしてて、ロエベも覗きに行ったんですけど、うん、すごく可愛くて、なかなかロエベのお店ってないと思うので、気になる方見えたら、まだ今正規店その箱っていうのかな、お店でポーンってあるんじゃなくて、あの仮みたいな形にはなってたんですけど、売り上げが良かったらきっとグッチやプラダのお店みたいにあの入っていくと思うので、ロエベのお店あの入ってました。では、この動画ですね、まあ、今ちょっとまたコロナウイルスが流行りだしていて、アウトレットに行くのもね気があのこう足が遠のくところだとは思うんですけど、本当に開放的でお外で買い物してるみたい、ピクニックみたいな気分で、なんかなんて言うんだろう、お店の中入って
て買い物するとか、もう建物の中、もう一層百貨店とかよりあのアウトレットの方がもうドアも開いてるし、もうまるで外みたいな。お店の方はね、寒かったりとか暑かったりとか大変な中でお仕事いただいてると思うんですけど、あのお外みたいだったので、なんかすごくソーシャルディスタンスも感じられるなっていう風に改めて思いました。うん、アウトレットなかなかお出かけ旅行も行けないですし、あのお金ね使うところもいつもは旅行行ってる方も買い物ぐらいしかとか、予算がねどこに使おうって迷ってる方いたらアウトレットおすすめです。すごく楽しかったです。あとあのクリスピークリームドーナツもそういえば行ったなってスタバも行きました。はい、どうでもいい。はい、ではまた、この次の動画は、IKEA ですね。IKEA に最近散歩がてら、ちょっと最近本当に歩くことを意識してて、広いところを長い時間でウィンドウショッピングすることで、日焼けね、紫外線やし、で、あの日焼けも嫌だし、あのシワとシミの 80% は紫外線が原因ということなので、室内のウォーキングからまずちょっと始めつつあるんですけど、まあ、それで IKEA に行って、まあ、3時間か4時間ぐらいあの歩いてきたんですが、その時に買ったものをあのすごい、こんなにいいもの買えたっていうものも買えたので、ご紹介させていただければと思っておりますので、またよかったら見てください。ではまたねー。Thank you.